1960年、イリエミキは、日本のモデル、女優、ファッションデザイナー。身長165センチメートル、B87 センチメートル、W54 センチメートル、H87 センチメートル。イリエアサギ、ミキ1944年頃本名イリンベラ、元木、ベライリーンとして、神奈川県横浜市に生まれる。ベラという名は、父方の祖母の名を受け継いだ。 父親が白系ロシア人、母親が日本人。父が日本大学の法学部に留学していたとき、君への母が保証人だったことが縁で結婚した。ギリシャ聖教徒、イリン家は世田谷にあった。幼少期は父母が話すロシア語と片言の日本語しかできなかった。イリン家でアメリカに行く計画があり、サンモール修道院で英語を習う。 同校は英語しか話してはいけなかったが、フランス語もここで習得。日、英、仏、ロの四カ国語を話せるが、二十歳の頃までは日本語は、話せても読んだり書いたりはあまりできなかった。在学中の1五十八年、メイドが総演のモデル募集を見つけ、メイドと二人で化粧をした写真を母には内緒で送ったところ、2 0倍以上の競争率から2 0人の 中から1位に選ばれ、モデルとしてデビュー。デビュー当時は、元木信子という芸名を名乗った。イリ美ミキという芸名は a、a 六助が付けた。ファッション誌を飾り、テレビに出始めると学校から再三再始注意を受けたため、高校を2年で中退。日本人の通う高校に転校を考えたが、英語が上手すぎて敬遠されたり、逆に漢字が弱かったりで断念。 マドモアゼル相護号を表紙、1960年、中村正也撮影1964年4月、アメリカラスベガスデザートインで開催された第一回、インターナショナルファッションフェスティバルで、森花江のモデルとして、世界11カ国から集まった54人のモデルの中で、第一位に選ばれ、世界で一番美しいモデルの称号を得る。日本における結モデルの元祖は、ヘレン・ヒギンスされ、 入江は第2号とも評される。日本テレビ系、シャボン玉ホリデーにマスコットガールとして出演。1965年、第16回 NHK 紅白歌合戦の審査委員を務める。1966年、弟子河原博監督の映画、他人の顔に出演。1968年9月、指揮者の小沢聖二と結婚。小沢ベラとなる。結婚後は、 ファッションデザイナーとして活動。レディスブランド、ザ・銀座バイ・ミズ・ベラなどを手掛ける。政治との間に生まれた長女の小沢聖郎は、エッセイスと長男の小沢幸吉は、俳優となった。歌手の吉田拓郎は、入江美希のファンだったことから、楽曲提供者として、入江健という別名を用い、坂井の子の1990人のシングル、幸福なんて欲しくないわの作曲などでクレジット。 されているありがとうございます。